第五代オックスフォードモーティマー伯爵、エドワード・ハーレーは、イギリスの貴族、聖職者、ジョン・ハーレー・とローチ・ボーンの息子として、1773年2月20日に、生まれた。ウェストミンスター・スクールで教育を受けた後、1791年1月21日に、オックスフォード大学、クライスト・チャーチに、入学、1792年11月22日に、 MA の学位を1793年7月3日に DCL の学位を習得した。1790年10月11日にオジエドワードが死去するとオックスフォードモーティマー伯爵の借位を継承した。イタリアを旅している最中の1803年ヘンリー・ビッカース・ティースが付き添いの医者になり1805年まで勤めた。二人は友人になり伯爵は ビッカースティースのパトロンにもなった。1835年には、ビッカースティースが、白爵の長女ジェーン・エリザベスと結婚した。私生活では1804年に、エウヤス・レイ氏のタイスを競売で売却した。1848年12月30日、邸宅ブランプトン・ブライアン・ホールで死去、息子アルフレッドが借位を継承した。オックスフォード・モーティマー白爵夫人。 ジェーン・エリザベス・スコットと、長女ジェーン・エリザベス・ハーレー1794年3月3日、ジェーン・エリザベス・スコットと結婚、下記の子女を設けた。ジェーン・エリザベス・スコットは、第六代バイロン男爵ジョージ・バイロンの愛人になったことで知られていたため、子供たちの本当の父が、第五代オックスフォード・モーティマー伯爵ではないとの噂が出回った。そのため、子供たちには、 ハーレーの寄せ集めという不名誉なあだ名が付けられた。ありがとうございます。